山頂氷柱ですね。どうしました？鉄なんだこれ。はい、なんかね、妻がいないですね。どこだ、どうしちゃったの。え、ということでね、このね、いつもね、あのアーティスティックなこのね、飾りがね、この切り株の上にね、めっちゃ変わりましたね。ここの工事がなくなりましたね。広場的な感じになってます。いや、すごい、なんか見晴らしがすげえ良くなったね。そっち側から行ってみる。見せ場も手前に1個できたんだね。いや、すごい賑やかだな。今ね、時間は4時3時半ぐらいか。まあ、ここは変わらずか、ね、子供たちが川遊びしてますね。まあ、すごい、だいぶ変わったな。清滝駅で獅子舞みたいにやってますけど、カツカツやってんの、カツカツ。外国人の大人気ですね。すごいな、なんかお祭りな。よいしょ。はい、というわけでね、高尾山口清滝駅のね、脇を通って行くのはいつものね、ことなんですけど、そこからね、稲荷山コースに入っていきたいと思います。よいしょ。ね、今日はね、まあ、ちょっとね、午前中、いや、朝ね、起きてね、本当はね、行こうと思ったんですけど、なんかでどうしてもね、疲れとね、あれで気分が乗らなくてね、もうじゃあ近場でよくねみたいな、じゃあ朝から高尾山行くかみたいな感じに一瞬になったんですけど、朝から行ってもなみたいな、帰りにすごい混んできちゃうしなみたいな感じで、やめて、じゃあ夕方から行こうと、午後ね、暗くなる前に登り始めて、で帰ってこようみたいな感じになりました。ということでね、今ね、この時間からのインとなっております。高尾山はね、非常に富士にとって、身近な山なんですけど、実はね、久しぶりなんですね。年末に行ったっきりだって、4ヶ月ぐらいかかったかな、だったかな、同じですね、かなり久しぶり。来てね、ね、本当に、ね、この間にだいぶ変わってましたね。駅前もね、あんな感じで綺麗に公園みたいになってたしね。あっち人も増えた、すごい増えたね。あったかくなったんでね、登る人が多いですね。いや、階段もね、相変わらず整備されて非常に登りやすい。はい、スタートして30分ぐらいですかね、1キロぐらい歩いてきました、ね、標高でいうと 150m ぐらい、もうね、あの駅前、清滝駅からケーブルカーの駅からね、登ってきてます。いや、道はいいですね。いや、人もね、だいぶね、前来ると減ってきましたね。どこ行ってる、前から来た、失礼します。いや、この急なね、斜面もね、なんか綺麗に作ってくれてますよね。ありがたいですね。景色はちょっとやっぱ昼過ぎだから、ちょっとあれですね、黄砂とか花粉とかの影響でガスってますね。はい、稲荷山、うわ、もう行ってる、はや、はい、稲荷山ね、400m だめ上がってきた。到着しました。あ、疲れた。あっちね、高尾山すごいですね、ほんと設備がね、尋常じゃないですよ。普通の観光地ですかね、山奥から奥まで、手前から奥までか、ね、素晴らしいですよね。このね、塔がね、威信をかけて作った感じがもろに出てますよね。そしてその恩恵をもろに受ける京王電鉄という感じで、まあわかんないけどね、京王もそれなりにお金出してるのかもしれないですけど、そんな感じですね。じゃあ、行きましょう。はい、順調にね、登り進めてるんですがね、一つ重大な問題がね、発生しておりますね。ね、何かっていうとね、妻が早すぎるんですよ。いや、これおかしくない？先週、私も別に 150% ぐらいで走ってるんですよ、あのコースタイムで言うと。まあ、平均より全然速いペースで、ね、歩いてるんで、まあ、もちろん、ね、抜かされることは、まあ、後ろから人来てないと思いますけど、ほぼ時間的にね、まあ、それを考えても、ね、まあ、かなり速いペースに登ってるというところなんですが、もう見えなくなっちゃうでしょ、稲荷山のところぐらいからぶっちぎられて、今ね、まだね、高尾山の
と稲毛山の中間ぐらいかなまでね来たんですけどね、もう全く見えなくなっちゃうし、走らなきゃダメかな、なんなん本当。いやなんかね、毎週ね我々2人で登ってるんですけど、ちょ先週はねいろいろあって、1日1週間休んだんですよ。だから2週間ぶりっていうコンディションはね一緒なんですけどね、だからブランクが2人とも同じはずなんですけど、妻の回復の仕方が尋常じゃない、やばやばい。はい、もうちょっとね高尾山手前のあの階段の急登のとこですね。いやもうここなんかもうどこだよみたいな感じですよね。もう整備されちゃってて遊歩道みたいになってますからね。山っすよ俺一応本格的なね、素晴らしいですよね。もういいか、そのね金の話は置いといて、いやさすがにねもう人もだいぶ減ってきて、だいぶね回す時間が増えてきて、ようやくねちょっとね妻ねあの先行逃げ切り型なんでね、妻はね結構どんどんペースが落ちてくるんですよね。私は結構なんていうのかな、こう最後刺し馬なんでね、多分ここら辺で追いつけると思います。あれどこ行った、高尾山熊か。いやいないとは限らないですよ、普通にいるしね。なんかね玉で熊が出たとか言ってましたね、玉で熊みたいな、トースポの一面かみたいなね。はい、そんな感じですけど、はい、そろそろね山頂直下の急登というところですね。相変わらずね道はね、まあほんと8割方整備されててね、8割方っていうかそのいわゆるなんかちょっと登りづらさのところもほぼ全て網羅されてますから、ね、階段でね、多分ね人がね、まあそのお金かけて整備してるっていうのもあるんですけど、人がめちゃくちゃ入るんで登山道がね多分傷みやすいんですよね。やっぱ踏んで、まあ、植物が入らなくなるとか、まあ、そうなんですけど、土砂がね流出する、ね、可能性が非常に高いというところもあって、多分ねこれどんどんえぐれてっちゃうんですよね人がね。もう一番やっぱ登山客が多い山と言われてますからね、やっぱそういうのもあってね、土砂が非常に流出してしまうんだと、それの防止でねこうやってやってんじゃないかなというのもあると思います。はい、もうそろそろですね小仏城山、一応ね今日影信山、小仏城山のもうちょっと奥に影信山っていうのがあるんですけど、そこまでね行って戻ってくる予定なんですけど、まあ普通に行くと5時間半とか結構ね、まあ、休憩込みで5時間半とかかかるんで、もうそこら辺どこまでね今日は負けるかっていうところにかかってるかなと思います。まあ幸いねご飯を食べるタイミング必要はないんでね、そこの部分を小休憩時にとどめれば、30分で負けるね5時間、そうすると夜の8時かな。まあでも暗くなりますね。一応ねヘッドライト持ってきてるんでね、山はちゃんと舐めてないですよ。8時なんで、まあ多分影信山行って小仏城山のところぐらいで暗くなるのかなっていう雰囲気ですね。まあ、状況によっても小仏城山でね U ターンでもいいかなと思いますけどね、まあまあなそれでも強度はありますね。はい、こんな感じでね山頂手前の急登がね体力を奪いますね。はい、高尾山はね結構こういうのがしんどいんですよね。山頂手前だけペース登ってきたよ、しんどっ、よいしょ、お、富士山見える今日は、いいね、シルエットだけだけど富士山見えますね今日はね、しっかりいい感じ、あけ、いや、さすがに山頂この時間でも混んでんな。まあまあ車がいるっていうのがいいですねこのね山頂に。明日のね日曜日なんでね、資材をね積み込みに来てるんですよね。山頂氷柱ですね。はい、どうしましょう、鉄なんだこれね、こんな感じでいろんな面から取れるようにね二面向きに氷柱がね書いてありますね。さあもうビジターセンター付近のね店じまいですね。そりゃそうやな、今何時、4時45分、ね、もうねそろそろ下山しないと暗くなる時間ですから。はい、というわけで奥に進みましょう。なんでやねんみたいな、ね、
奥に行きましょう。妻行っちゃったわ、ね、行っちゃった。はい、こっち側はね、奥高尾なんですけど、こっちの方行くとね、急に人が少なくなるんで、ね、個人的にはね、5分ぐらいでもね、歩いてね、これね、10分か、ね、もみじ台とか行った方がいいと思います。いやー、春ですね、綺麗なお花が。なんだろうこれ、わかんねえな。ちょっと詳しい方いたらコメントください。綺麗ですね。これより先はね、もみじ、奥高尾ということでね、左行くともみじ台って言ってね、なんか茶店とか休憩所があるところですね。今回は右側のね、巻き道でさっさと奥に行きます。ちょっとね、時間計算してればやっぱ明るいうちにね、鍵の森山までちょっとたどり着いて戻る道にね、入っとかないと危険だなという感じになりまして、もう相当急いでね、まあ、多分7時ぐらいまではうすら明るいんじゃないかなというところでね、それまでにね、ちょっと一番奥まで行っとこうという算段です。今ね5時前かな。でまあ普通に行けば余裕で間に合うと思うんですけど、はい、そんな感じですね。いや、一気に人減りましたね、奥高尾。まあ時間もあるから、もう5時だぞ、逆に5時前に高尾山の奥行って何するんだっていうね、こんなしかも軽装でね、遭難系まとめチャンネルに乗ってしまいそうな装備ですけど、一応ね、まあ、高尾山ってことで成田山なんでね、万全の水もね 1.5 リットル持ってますんでね、ヘッテンとヘッドライトと、持ってますんで、それをね、糧にね、糧にって言い方おかしい、それがあるんでなんとかね、まあ、行けるというところですね。はい、じゃあ行きましょう。はい、さっきのね、綺麗なお花、ここにね、群生してました。なんかね、 Google のあの写真をあれしてくれる機能、写真で判別してくれる機能で見ると、シャガというね、植物でしたね。シャガ、多分日本在来のやつですね。シャガ、アヤメかって書いてありました。いや、便利な世の中になりましたね。はい、分岐ですね。分岐はね、3個、奥はね、大だるみ峠、ちょっと道が確か荒れてる。で、こっちからに行くとね、アップダウンの道で、こっちから行くと、フラットな道ですね、巻き道になります。とは言っても多少ね、あるんですけどね、向こうに比べたらフラットっていう感じですかね。いや、まだね、人がね、向こうから来ますね。何してんだよな、まあ、自分たちが何してんだって話なんですけど、早くお家に帰りなさいってね、話ですよね。まあそんな感じでね、まあ、どんどん山奥に進んでおります。トワイライト高尾、堪能しております。いや、静かですね。あの前ね、あのミッドナイト高尾やってたんですけど、12時ぐらいに下山するっていうやったんですけどね、あまりにも暗すぎてね、あのちょっと今のところ動画に出せてないし、撮ったは撮ったんですけど、暗すぎてなんかちょっと全くダメだろうみたいな感じになっちゃってね、もっとなんか投光器みたいなの持ってないと無理ですね。ヘッドライトぐらいの明かりじゃ。そんな感じでしたね。はい、いや、ここ帰り撮んのだりなね、暗いんでね。はい、そんな感じです。はい、巻き道ですね。ここをね、通ることで、高徳白山のね、ちょっと手前に一丁平っていうね、まあ、休憩ポイントがあるんですけど、そこまでね、すっと、直で行けるというところですね。あの表の道を通るとね、結構なアップダウンを繰り返しながら行くことになるんですけど、ここだとね、まあ一回下って一回登ってみたいな感じで、まあ割とね、安定した感じで行けるというわけなんですよね。あれ?とか言ってたらもう道終わっちゃったけど、こんなもんか。あ、もう脅されましたね。はい、そんな感じです。もっと下に道あったのかな。あれ、あ、違う、ほら、ここだ。根もついちゃった、早すぎた。はい、というわけで一丁台までたどり着きました。ここもね、広々してますよね。はい、休憩スポットにはうってこい一丁台でございます。はい、トイレの裏から出るんでちょっと気持ちはね、いいもんじゃないですけど、まあそんなこと言ってらんないですね、今ね。はい、そんな感じです。よいしょ。うわ、誰もいない。うわ、ね、誰もいないっすね。いや、ね、さすがにいない。こんな感じでね、トイレもありますからね。ね、なんか明かりもついてるから夜でも明るいのがね、すごいっすね。はい、という感じでね、はい。じゃあどんどん行きましょうか。この後ね、一丁平、展望台、K
経由で小仏白山ね、まで行きます。6時前にはね、とりあえず白山、小仏白山たどり着けそうです。はい、上がってってね、あっち行くとね、展望台、前のね、動画で見ていると思うんですけどね、展望台はね、富士山が綺麗に見えるというところなんですが、まあ、今日はね、タイムアタックなんで、いや、そんなことないですけど、タイムアタックテーマじゃないですけど、なるべく早くね、目的地について折り返したいというところありますんで、まあ、ちょっと景色にはね、目もくれず、行ってみたいと思います。いや、ね、意外に、普通にね、時間に余裕があるときだとね、すげえ近く感じるんですけど、余裕ないとやっぱすげえ遠いな。うん。いや、もうなんかあっという間についてるイメージなんですけどね。あ、これは、スミレかな。綺麗なお花ですね。春はね、お花がいいですよね。これ、ドクダミじゃない。なんだ。ね、花はドクダミっぽかったですけど、葉っぱが全然違いましたね。臭くなかった。はい。植物がね、いいですよね。はい。そんな感じでございます。いや、山にやっぱ結構カメラ持った人が増えますよね。いい、景色が見れるんでね。そういう人は逆に我々が大好きな雪山とかね、全く興味ないんだろうなと思って。ね、白と黒の世界ですからね、雪山。本当に。なんもねえみたいな、命の営みが。はい、そんな感じですね。なんもないって本当はあるんですけどね、見えないんですよ。見えづらいっていうことで、ございますんで。はい、じゃあどんどん行きましょう。もうちょっとでね、小仏白山です。はい、下界だとね、だいぶ、散ってしまいましたけど、ね、山の上で、綺麗な桜をね、見つけることができました。いやー、春ですね。まあ、はい。というわけでね、もうちょっとでね、小仏、白山ですね。はい。行きましょう。まだね、後ろからね、トレランっぽい人がね、来ましたね。すごいな。こっから来るんか。という感じです。はい、じゃあ行きましょう。はい、というわけでね、白山。ですね。あ、そうそう、氷柱高校。はい。小仏白山。ああ、もう全然景色がガスってるで。はい。まあ、夕方ってのもあるんですけど。登頂しました。はい。あ、山の上すげえ綺麗なんだな。すごいわ。はい、行こう。はい。ね、広々としますね。あそこら辺もね、桜が綺麗で、いい感じですね。あ、そうなの。人工的じゃなくてもいいんだけど。はい。あ、まだ人がいる。行こう行こう。ね。もう2時ぐらいまでね、ここね、飲み会とかやっててみんな盛り上がってんすけど。え？あ、気をつけます。これまで行かない。はい、お花畑ね。あそこで誰かがまだいますね。すげえな。はい。という感じですね。ああ。まあいつもはね、ここでね、ご飯とか食べたりするんですけど、今日はね、もういいです。そんな時間もないし。はい。てな感じでね、行きましょうか。いや、ほんと誰もいないよ。初めてかもしれない。ここね、すごいんですよ、マジで。にぎわいが。ね、ビールとかね、何でも揃うんでね、ここはね、非常に、人気のスポットなんですよね。そこにトイレもあるからね、駆け込みますし。はい。というわけでね、こんな感じですね。天狗すごい。最近薄暗くなってきましたね。果たしてこれをね、どこまでこの GoPro が撮れてるのかわかんないですけど、こんな感じですね。やっぱ樹林帯にね、森がね、深くなるんで、こっからね、小仏峠、かぐりの山ぐらいまではね、だいぶ暗い道が続くと思います。で、出る頃にはもう夕暮れなんでね、なんとかって感じです。戻ってくるまでになんとか明るいかな、この白山までね、っていうぐらいですかね。そんなペース感にはなってます。5時半なんでね、まだ、あと1時間は、日没までありますからね。もう少し、なんとかなるかな。1時間でまあ、影の山まで行けると思うんで、あとはどっから、どこまで戻ってこれるかですね。下山気象とはいえ、これもね、アップダウンがあるんでね、なかなかね、ただ降りるだけっていう感じではないんですよね。はい、こんな感じでね、これ結構ワイルドなんですよ、高尾山系には。珍しくワイルドいいな。そしてね、うちのワイルドな妻もどんどん行っちゃいましたね。なんなんだよこれ、早いよ。早いですね。今日一周やっぱね、休んだっていうのがあって張り切っちゃってね、めちゃくちゃ早いですよ。もう私はね、
仕事でクタクタなんですけど、妻はもうね、あれですね、やっぱりちょっとエネルギーあり余ってるんで、ね、体力の差が出ますよね、ここでね。はい、そんな感じですね。はい、ということでね、だいぶあれですね、ハイペースかな。影の部じゃないや、小仏峠ね、着きました。ここね、明治天皇が小仏峠、お休みされたというところですね。はい。ここはもうちょっと見る影もないですけど、まあ、茶屋があったんでしょうね、茶店がね。はい、そんな感じです。そしてうちの妻も見る影がないですね、いないわ。早いな。ほんとね、ちょっとつ盲信なんですよね。橋平伊之助かっていうぐらい。あ、ちなみに影の部山といえばなんだっけ、時藤くんがね、鬼滅の刃の時藤くんの生誕の地ということなんで、はい、山頂にね、それが、無一郎くんのね、あれがありますね、ポスターがね。はい、ということで、この前ね、サムネにしたタヌキ、ここにあります。はい、お妻、パパと行っちゃいましたね。ここから30分ぐらいですかね。一応暗くなる前までにそこには行けそうだというとこです。日没までに行けるかな？ちょっとね、天気良くないから早めに暗くなるそうな気がしますね。さっさと行きましょう。はい、だいぶ薄暗くなってきました。妻にね、全く追いつかないんですけどね、とりあえず、綺麗に花があったんで撮ってます。黄色いお花ですね。何なんだろう。これね、今の Google の撮影のやつで見たら、音切り草って出たんですけど、音切り草って、あれですよ、なんか、葉っぱになんか赤い点があって、それが、ね、兄弟喧嘩でなんか弟を切った時に、お兄ちゃんがね、返り血を浴びて赤くなったみたいな、で弟を切る葉っぱで草で音切りそうみたいなね、なんか昔なんだっけ、そういうホラーゲームがあってね、そこでいろいろ聞いた覚えがあります。それなのかな、いや、なんかわかんないですね。ちょっとやっぱ精度がなかなか、ね、なんとも言えないですね。暗いからね、ちょっとそういうのもあるんだと思うんですけど、シャガーはね、間違いなくシャガーだと思うんですけど、さっきの。ね、まあこれまだまだ、やっぱり、追いついてないですね、AI がね。いやー、そして私も妻に追いついてないっていう。はい。あなたがよろしいようで。いやー、全然だよ。いや、めっちゃ早いけどね、俺。自分で言うなって。妻はじゃあもっと何なんだっていう話ですけど。妻はめちゃくちゃ早いってことですよ。私がめっちゃ早いなら。はい。ということですね。はい。まだまだ、登るんですね。100メーターぐらいね。まだ標高を残してます、山頂まで。はい。ひたすら、登る感じではあります。いや、日没前にね、着きますね。やっぱちょっと、山なんで日没早いな。ね、そんな感じです。今日はね、天気も曇り気味なんで、月明かりとかもね、まあ、まず月齢がどうなのか知らないけど、月明かりもあんま期待ができないんで、とにかくね、早く行くっていうことだけを考えてね、寄り道せずにとか言ってるそばから鼻取っちゃったけど、はい、行きたいと思います。もう10代は影の部、上の山の手前の分岐ですね。こっち行くとね、巻道で陣馬山方面ですね。こっち行くとね、はい、まあそこまでは行かないです。陣馬まで行ってね、奥からね、降りていくっていうことも一瞬よぎったんですけど、普通にピストンした方がね、陣馬からね、向こう側に降りた藤野駅っていうね、高尾山口、じゃあ高尾駅か、よりね、JR で2本先に行ったね、2個が、先に行った駅があるんですけど、そこまでね、降りるのもね、でも結構多分同じぐらい時間かかっちゃうと思うんですよね。で、電車もね、わかんないし、ね、本数少ないんですよ。やっぱり高尾駅から先急に本数減るんで、やっぱりそこら辺のリスクを考えるとね、下手にね、そういうルートは選べないですよね。降りてからね、山下山してからも結構歩くんですよ。それなりに、小1時間ぐらい歩くんで、ね、それを考えるとね、まあ、どっこいかな。下手したら向こう行った方が時間かかるね。で、高尾駅なんでね、乗り換えなきゃいけないですから。ねえ、それは人によるか。ねえ、高尾駅に戻ってこないといけないから。はい。そんな感じでね、はい、ございます。じゃあ、そんな感じで。ございますんで、行きましょうか。もうちょい、頑張って、山頂です。では、はい。というわけで、着きましたよ。影の部屋。はい。もうなんかちょっとね、トワイライト感ありますね。さっき言ったね、白山。そちら、ね、すげえ歩いてきたな。高尾山多分あの辺りかな。ね、だいぶ奥ですね。で、向こう側に降りる感じ。桜が
いいですね。はい、じゃあ三条標準のとこに妻がいるのは全くいないけど、ぶっちぎったってことはないよね。さすがに早いからぶっちぎったってことはないと思うんですけど、はい、とりあえず行ってみましょうか。はい、こっちまで。はい、なんかね、妻がいないですね。どこだ、どうしちゃったの。まあいいや、ちょっとラインにしてみよう。はい、影の山727m到着しました。時刻は6時10分。あ、待ってる、早かった。よし、着いた。いやね、夜って感じですね。なんかラジオなんか無線されてる方がいらっしゃいますね。すごいな、夜の夜の楽しみ方があるんですね。はい、という感じでございます。今日も始めてるか。はい、いやめちゃくちゃ鬼滅に乗っかってますね。はい、こんな感じです。基本的になんか東京都が多いんですよね。東京都の方が多いって、感じですね。八丈島がいるけど、おばない、ね、天元不明なんですね。まあ、忍者だからね。はい、という感じでございます。いやー、ただ一個ですね、前日はね、新宿。はい、そんな感じで、おー、麻布とかに釣りちゃん、お嬢さんですよね。はい、無一郎くん、影の山ですね。はい、めちゃくちゃ旺盛って感じ、すごいな。聖地巡礼にね、来る方もいるんじゃないですかね、海外からとかね。はい、いや、いや、今妻と無事にここで落ち合いまして、そういえばここに山小屋あったらと今言われて思い出しました。山小屋とね、ベンチがにこりわーってあったんですけどね、なんかすっきりしてんなと思ったら、これか。なんか撤去されたな、なんか、まあ、綺麗なの建てんのかね、またね。そんな感じですね。いや、目がかゆい。花粉が、違う種類の花粉が飛んでますね。さあ、無事に帰れるかな。はい、むく前に取ればよかったんですけどね、プロテインバーをね、いただいてきます。一本満足バープロテインですね。あー、硬い、歯が欠けそう。あ、やっぱ運動した後はすぐにね、プロテインぶち込んでいかないと筋肉は死にますからね。今日の夜酒飲んだらまたね、アルコールで死んでいくんで、それでも飲むのはやめらんないですけどね。はい、あー、すごい、街がすごい明るくなってきた。これはこれでいいね。あそこ薄暗いから減点出さないといけないもんね、そこら辺のね、影のもの、影のもじゃねえや、小仏知るように手前とか。うん、なんか急だしね、あそこね、木の根っことか出てて。さあ、じゃあ落ち着いたら帰りますか。ね、桜が散ってる感じがいいよね、風流。いや、違う、下り、下りのはず。え、違うのかな、これ。あ、下りかな、なんか、いや、圏央道かな、これ。上りじゃね、小仏トンネルの先ですね。下りがめちゃくちゃ混んでますね。珍しいな、この時間に。逆はね、すげえ混むんですよね、あの東京方面。ちょっと見えないか。まあね、あそこら辺にあるんですけど、まあそんな感じですね。いや、すごいわ。何があったの、事故か。はい、小仏城山まで戻ってきました。いや、100万ドルの夜景ですよ。え、ここじゃない。あ、トイレはこうこうとしてんだね、あれね。無駄な。無駄と言っちゃいけない。ね。夜トイレに駆け込む人もいるかもしんない。一日一人くらいは。はい。こんな感じですね。非常に綺麗です。映るといいな。映ってないかな。なんかいる。あ、なんかいる。ほらほらほら。あ、にゃお兄だ。黒猫ちゃん。にゃんにゃんがいたな。いるんだな。はい、映ってないね。いやー、綺麗な夜景なんですけどね。タヌキかと思ったけど猫だったね。いやー、綺麗なんだけどな。はい、高尾山山頂に着きました。ちょっとね、ちょっとねって言われてもわかんねえか、相模湖方面のね、夜景はあんまり見えませんでしたね。相模湖の遊園地がちょっとよく見えるかな、ちょっと見えるかなぐらいで。でね、妻がね、どうしてもって言うんで缶ジュースをね、買いました。山頂にね、そこに自販機あるんですけどね、あそこで買いました。190円でしたね。いや、インフレっすね。いや、でもうまいわ。特別な感じがしていいですね。さあ、じゃあね、落ち着いたら帰りましょう。あ、はい。うわ、全然見えないけどね、あの写真で撮ったやつを、サムネ、あの画面に入れとこうかな。すごいね、街の夜景が綺麗ですね。
いや、これはね、山、この時間に来ないとね、見れないですね。トワイライト、高尾、特権ですね、登った人の。はい、というわけでね。あ、でもだいぶ暗いのに慣れたな、なんか。ライトない、なきゃないでいけるぐらい明るいわ、これ今。見てみ。すごいね。まあ、今全然見えないと思いますけど、GoPro 上はね。こんな感じでね、なしでもね、正直歩けますね、ここは。ん？そうだね。街の明かりがもろに多分入るんだね。さあ、そんな感じでね、1号路降りていきたいと思います。慣れたらいけるね。はい、映るかな、これ。夜間は立ち入り禁止となります。いきなりどこだよって話ですけど、薬王院のね、奥の院っていうのかな、上の方の、建物ですね。あそこに見えるかわかんないけど。なんですけど、夜はね、ここ通り抜けらんないです。こっちからね、山頂の方面から来て行くんですけど、このドン付きがね、通り抜けらんないんで、こっちにね、迂回路。そしてね、迂回路ね、ちょっとね、まあ、山道寄りな感じなんですけど、その代わりね、こうやってね、薬王院様にね、ご配慮でね、ライトがね、照らされてますんでね、非常に歩きやすいですね。ありがたいですよ。まあ、これでね、怪我とかされてもね、あるから。はい、いや、ほとんど映るかわかんないけどね、薬王院ですね。ここは本殿です。いや、すごいわ。はあ、ね、まあ、夜はね、さっさとご無礼しましょう。いや、夜でもずっと明るいんですね、やっぱりね。うん、うん、今封鎖、階段で行けるんだよ、奥の院まで。うん、あっちからも行けるの？前行ったことあって、1回だけ空いてて。へぇ、下？下？へぇ、そうなんだね。これ迷路みたいなもんだもんな。へぇ。っていう感じですね。まあ暗くて何も見えないと思いますけど。はい。じゃあさっさと失礼しましょう。お花が綺麗ですね。桜かな？なんか色が違って見えますね、夜だとね。桜っぽいけどね。葉っぱが桜だな。種類が違うね。八重桜とかなのかしら。さあ、まあ、そんな感じでございますね。うわ、ほぼ映んねえな。山門っすね。見えるかね。見えねえか。ねえ。いやー、すごい。なんか太鼓の音がめっちゃ聞こえますね。下界から。なんかやってんな、下で。祭り的なもの。全然意図してないけど。ちょっと行ってみないとね。さあさあさあ。どんどん音が近づいてるんで、下ですね。多分登山口のとこでやってんだな。行ってみましょう。行ってみましょうって言って30分以上かかる。はい。はい、分岐がありますね。ここら辺がね、団子屋があるんですけどね。まあもちろん何もやってないですよね。人の気配すらないですね。はい、でね、左側行くと階段、男坂。ごめん、右側行くとね、男坂階段ですね。で、左側行くと女坂ということでね、もうね、今日はね、もうちょっと帰りなんでね、ちょっとあんまり段差をね、踏まないようにということで、女坂。これ、あ、あれ光ってんのかと思って、反射板っすね。反射板に、この街灯の光が反射してすごい、これもなんか、提灯的な明かりのやつかと思ったら、ただの反射板でしたね。こういうライトの使い方あんなら、素晴らしいっすね。はい、ということで、まあ、一点いらずのルートとなってございます。ねえ、ここならもうね、ちゃんと撮れるでしょ。シャガとかも綺麗に撮れる。はい。こんな感じでね、今、ケーブルカー乗り場のとこまでね、近づいてます。まだケーブルカーやってんじゃないかな。あ、でも、わかんないな、もう。あのね、ビアマウントっていうね、なんか、酒飲めるとこが、中空のとこにあるんですけど、そこはね、営業してる期間、なんか夏の間営業するんですけど、それの間はね、なんか多分9時とかまでね、やってんすよ、ケーブルカーが、終電。まあ、別にケーブルカー乗んないですけど、ケーブルカー、そうするとすげえ、やっぱ夜が長いですよね、高尾さんの夜はね。はい、というわけでございます。まあ、とりあえずね、降りていきましょう。ここまで来たらだいぶね、降りてきた感あるわ。はい。はい。薬王院のね、入り口の門をね、次降りてきたね、ちょっと先にね、あるね、目玉スポットがね、これですね。ちょっと今、島が映っちゃってるけど。ということでね、このね、いつもね、アーティスティックなこのね、飾りがね、この切り株の上にね、乗っかってるんですけど、今回はね、何ですかね、折り紙。雨降ったらやられるだろうに、雨は降らない。前提なんですかね。素晴らしいですね。車が来る。なんか来る。バイクだ。はい。というわけで、切り株、子供相撲、5月場所ですね。バイクが上がってきますね。すごいな。
はい、というわけでございました。なんかわかんない、いつもね季節ものなんですけどね、5月だから鯉のぼりかなと安直に行かないところがねやっぱりねセンスですね、まあ、多分使いこすられすぎたネタなんだと思います、その鯉のぼりはね。というわけでね、鯉のぼりとか兜とかねこすられすぎてますからね。はい、そんな感じでございます。やっぱり毎回ね、毎シーズン毎年変えていくのがやっぱり趣なんですよね。はい、というわけで、次のねスポッツはあれ、タコ杉、ここ近いね。はい、タコ杉ですね。ここね、ねこれがもうひっきりなしに出てくる感じですね。タコ杉でしょ。はい、タコ杉、はい、タコ杉ね、引っ張りタコがあって、タコ杉があってね、でこれ、はい、タコ杉でかいですね。はい、こうね、このちょっとタコみたいになってるからね、この根っこがね、タコ杉って言うんですけどね。でタコ杉を越えていくと、サロエね、もちろんいないですけど、なんかねお姉さんのアナウンスとかがね昼間だと聞こえてきますよ。サロエね、サロエ、サロエ野草園。はい、そんな感じですね。めっちゃ明るいの、これな、このアイスがね意外にね貴重なんですよ。モナオ、モナオ食いたいな。はい、ケーブルカーとねリフトの分岐ですね。左はケーブルカー、多分やってないな、ケーブルカー。夜景がねすごいここ綺麗なんですよ。うん、見る見る見る。さあ、じゃあ夜景をね行きましょうか。これ綺麗に映るかな。ここがね絶景。映んないよ、映るわけないじゃん。いいの。さあ行きますよ。ででん、くら、ちょっと待って、これをねお届けできないのは非常に残念。まあしょうがないな、とりあえず写真だけ撮って写真入れよう。はい、うっすら見えるかな。あそこがねそのバーベキューとかビールが飲める場所です。はい、うん、はい。というわけで、ここはねやってる間はケーブルカーが遅くまでね終電はあるというところで、今はねや多分やってないですね。でこっから先はね照明ないんで、照明ない方はねケーブルカーで降りてくださいというねワーニングがねありますね。リフトはね終わっちゃうんですよ、早く目に。だケーブルカーの方が遅くまでやってるけどもっていうところですね。はい、そうですね、こっから先照明ないですから、意外に高尾とはいえ、しかもあの入り口に近いくせに登山口に、ね、暗いんで、普通にあの車道ですけど山道歩きになるというところですね。暗い道を歩くというところでございます。涼しいね、今ね半袖でアームウォーマーつけて歩いてるんですけど、ちょうどいいぐらいですわ。寒すぎず暑すぎず、10度台にもなってるかな。すごいなんか赤いチカチカしてる人がいるな。すごいですね、バイオハザードの最後の脱出の時みたいですね。なぜか必ず爆発するっていうね研究所が。はい、まあ分かる人だけ分かるかな。はい、そんな感じですね。リフト乗り場がすぐそこですね。もう終電です。山火事注意。はい、山火事用心か。まあいいや。はい、あとはまあ駅前まで多分真っ暗ですね。はい、高尾山、あ、山口駅じゃないか、登山口まで戻ってきましたね。清滝駅ですね。はい、さっきはねどこんどこんやってたんですけどね、獅子舞がいたりしてピーハラピーハラ、あのパッパパヤパーしてたんですけど、今はね静かなもんですよ。はい、っていうことでね、お祭りもね今真っただ中ですけど、とりあえずね一晩ねまたお休みに入ると、お休みというかね夜のね帳が降りるというところですね。さあ、じゃあね駅戻って帰りましょうか。いや、やっぱケーブルカー動いてないですね。もう今ね8時半ぐらいかな、まあ、時間はねだいぶ遅い、8時半ぐらいかな。こんな感じですね。ちょっとせっかくだから歩きながらね行きましょう。8時半だ。はい、はい、高尾山ね、この道がねこれ駅に続く道ですね。すげえおしゃれになりましたよね。サロモンっすよ、サロモン。なにね、ここね、なんなん、なんかちょっとコロナ明けからねやってないでしょ、ビール揚げたてドーナツ。あ、もうやってない、クローズ5時。いや、夜はあドーナツ屋だね。なんか
スイーツの店じゃない？6時までやってるらしい、土日は。遅いね。今8時半なんでね。電車があるだけありがたいな。ねえ、お土産屋とかもほぼやってないですね。ほぼやってないっていうか、やってねえよ。ねえ、駅前のコンビニも多分閉まっちゃってるかな。あ、でもセブンイレブンだからな。駅前の、駅の中のコンビニ。やってるかな。さっきね、めちゃくちゃ人多かったんで、取れなかったですけどね。まずね、イタリアの飯屋がね、ここにあるんですけど、そこの手前にね、足洗い場ですね。今日はまあそんなに汚れてないんで、いいや。ねえ、さっき子供たちがね、戯れてた河原ね、そこも降りれますからね。で、あとは駅前という感じで。いや、ほんと公園みたいになっちゃったな。すごい。キロキロ行ってますね。橋もこんなとこあったっけ？なかったよね。あ、作ってたね。そういえばね。いやーね。気になったな。いつ、見ない間に。なんなんそら。久しぶりに会った親戚みたいな感じですけど。はい。ああ、はいはいはい。都内にいっぱいあるでしょ。うわ、わかんないけど、台湾かなんかで見た。生搾りジュースの自販機がね、ちょっと遠いか。通り過ぎちゃった。ね、よくね、台湾で、台湾行った時によく見たやつ。あ、俺もトイレ行く。